彼らは、日本の実業家。株式会社ケア21創業者、同社代表取締役会長。長野県生まれ。1976年法政大学法学部、卒業、株式会社行政入社。1984年有限会社エポエディ、代表取締役社長。1993年株式会社ヨダゼミイースト、設立、同社代表取締役社長。 少子高齢化の進む中で学習塾から福祉事業に業態変更をした。1997年学校法人未来学園理事長。1998年学校法人与田学園理事長。2003年社会福祉法人築福祉会理事長。2004年株式会社 EE21 取締役。2006年株式会社サポート21 代表取締役社長。2011年株式会社朝品与田、代表取締役社長。2012年株式会社 E21、代表取締役会長。2014年株式会社ケア21メディカル、代表取締役社長。株式会社美味しい料理代表取締役会長。2015年有限会社孫の手サービス、代表取締役社長。 株式会社、ニューケアネット取締役、株式会社楽しい職場代表取締役社長。2016年日本医療介護事業、共同組合理事。2020年株式会社ケア21メディカル、代表取締役会長。この他、UA 全線日本介護クラフトユニオンとの集団協定の代表幹事を務めるなどした。2020年6月、 取締役副社長のヨダ・タダシに株式会社ケア21代表取締役社長の任を譲り、自身は代表取締役会長に就任。トップマネジメント強化のため代表取締役に名体制とした。ありがとうございます。